はい、皆さんこんにちは、花粉症に悩む、宮下でございます。今日は3月15日、16日、17日、まだまだ花粉がやばいです。2週間前にゴルフをしたらもう鼻水がツルツルでパターが全くできなくて、46パットもしてしまいました。で、うちのグループ会社の子会社になんと花粉を 99% 除去するっていう謎のアイテムが発売されていて借りてきました。これはですね、首にかけるもので、電源ボタンをね、押して首にかけて、ここをピチッとくっつける。こういう風にかけます。こうやってやるとバキッて割れるんで、こういう風につけます。こうすると、ここから空気清浄機になっていて、ふわーってなんかマイナスイオンがいっぱいふわーって出てくる。で、それで微細な粒子を落としていくそうです。吹き飛ばして滞留させといて落としていくそうです、微細な粒子だけ。これをすると、まあ、主に室内の利用がおすすめと言ってたんですけれども、30分後にはもう 70% がいなくなって、 PM2.5 とかなんかいろいろ小さいのがいなくなって、1時間経つと 0% になるというすごいものらしいです。で、春は花粉症に悩む人が多いと思うんで、室内で使うものだと言ってたんですけれども、ゴルフ場で18ホールを回ってみてどうなるのかっていうことを試したいと思っております。頑張ります。5ホール回ってみて、なんと目が痒くない。サングラスつけてるから、今先々週もつけてたからサングラスじゃないと思って、鼻もムズムズしない、鼻水も出てこない。すごいです。ちょっとびっくりしています。おー、完璧やん。今9ホール回ってみて、こいつの成果を試していますが、全く目に痒くないです。鼻水も出てこない。僕はまだこれをそこまで信用していないけど、痒くない。なんかすごい気がしてきた。あと9ホールもあるまで分かりません。頑張ります。はい、じゃあ18ホール回りました。で、気になる結果ですけれども、今のところ寒くて鼻水が出てるくらいで痒くないです。そして目も全然来てないです。なんかすごいです。首にかける空気清浄機、なかなかすごいです。で、電池は32時間持つと、ね、でなんか注意点としては、ここの金具に肌がついてないといけないっていうんで、あのタートルネックとかはちょっとやめた方がいいっていうふうには言ってました。ついてた方がいいらしいです。これちょっと使えると思います。あとゴルフは邪魔になりませんでした。もう中央についてるんで全然ほら全然邪魔になりません。ということで、気になる方はコメント欄か概要欄にリンクがあるのでチェックしてみてください。ありがとうございました。